村上自ら行ってエンドワンです。太田さん、今日は序盤期待通りの働きですね。そうですね、注目選手に挙げといてよかったですね。ハーラー外でもらって再びハーラーへ、岡田からハーラーのパスが通りました。浸透していると思いますので、はい、第2クォーターが始まりました。山形は岡島、斉藤類、高橋光平、そしてアダムス、ホリフィールドの5人ですと思うんですが、そうですね、対応しきれていないということです。そう、その通りですね。ピンキーにはローソン、外アダムスの3決まりました。アダムスの3ポイントシュート、外で回して中、フィンケ、フィンケからホリフィールド、このパスが通ると非常にいい流れがなります。白戸からこのパスは通りません。岡田の速攻が決まりました。工藤隆也、ホリフィールド、フィンケの5人です。こちらも第1クォーターと同じ、メンバーですね。はい、ディープスリーを決めてきました。見事なスリーポイントシュート。村上のジャンパー落ちてリバウンドは岡田、自分で行く、自分で行ってエンドワン。岡田のプッシュそのまま行った、決まりました。逆転です。静岡、阿部出せるか。岡島からゴールしたフィンケにパスが通った、そして笛が鳴った、エンドワンです。大人さんがおっしゃっていたこのフィンケのゴール下のプレーというのが大事になってきます。山形よく見てるんですよね。そうなんですか。すごい得点取れる選手でしたよ。一ついいプレーが出ました。阿部つけましたが、ホームの山形踏ん張って、そしてこの第4クォーター7ポイントリードとなっています。吉田が取りました。セカンドチャンス、フェイクを入れてオープン3、吉田決まりました。いや、大きいプレーになりましたね。吉田健太郎が奪いました。そしてその吉田のスリーポイント、こぼれ落ちて、いやー、これは岡田がしっかりとフォローしました。ピンケのスリー決まりました。狙ってましたね。はい、残り15秒、吉田スリー決まった。いやー、すごいですね。1点差、静岡が取った。さあ残り2秒、シュートは外れました。いやー、前にノーマークの選手いましたけどね、時間ですね。はい。